あなた方に一つおとぎ話を聞かせてあげましょう。昔々あるところに魔法の森がありました。そこには勇気や希望、恐れや憧れの精が生きていたのです。森のお城には王様と王子様が住んでいました。年老いた王様、この世を嘆き門を閉じ、平和を高く築いた王子様に言い聞かせたの。ここより他に良い国はない。夜の森で憧れの星が王子に囁く。旅立てと夜空の星から降る金を探しに、知らない国へなりたいものになるため、星からの金を求め一人旅に出るのよ。道は険しいと王様は言った。この城に共に留まるのだ。お前を守るため城を閉ざした。王様は息子を愛していた。憧れの星はもう一度王子に告げた。旅立てと夜空の星から金を探しに、世界の果てへ望むように生きるなら、星からの金を求め一人旅に出るのよ。愛とは解き放つこと、愛とは離れてあげること、自分の幸せのためでなく、涙こらえ伝えよう。夜空の星から降る金を探しに、知らない国へなりたい星からの金を求め一人旅に出て行くのよ。険しい道を